おはようございます。ジャスト株式会社代表の関正人です。先ほど、はい、組織 と、共同体の違いということをお話したんですけど、はい、どういう違いだっけ。利益ということですか。目的ですね、うん、目的が外部にあるのか、うん、内部にあるのか。で、組織が共同化内部にあるの、はい、組織が共同体化したとき、この組織の崩壊が始まっていく、はい、って言ったんだけど、やはり 組織は外、やっぱ目的外部にあるべきで、はい、ドラッカーなんか言ってる、ドラッカーは何て言ってるかっていうと、まあ、組織というか会社の最大の使命は 何かっていう、はい、何だと思う。社会貢献。ま、まあ、貢献してる企業もあると思うんだけど、はい、もっと広く言うと、はい、ドラッカーは、組織の目的、最終的な目的はこの、マーケットの創造だって言ってんだよね。マーケットの創造、マーケットの創造、まあ完璧にあれだよね、組織の外部の話だよね、はい、うん、で これが目的であって、うん、想像だからね、はい、だから真似してたらダメってことですね、うん、作り出す、うん、というかね、もう本質的な、はい、利益の源泉っていうのは、はい、新しく作り出したもの、はい、イノベーションでないと、うん、本質的な利益じゃない、はい、まあ、まあ実際にはあれだよね、なんか真似したものっていうのは結局は利益薄いよね、競争がいっぱいいるから、はい、うん、で想像しない限りは利益なんないで、はい、仮に利益出したところで、はい、どうなると思う。利益を出したところで、仮に数字を利益出しても続くかどうかが分からないですか。まあ、うん、だから本質的にこれお金残んないですよ、はい、っつってんだよ、うん、だからイノベーションだっつうんだよね、はい、うん、イノベーションを出すこと以外に利益は出ないっつってんだよ、はい、うん、だからもう結構でも大胆な発想だと思う、うん、そうですね。でまだその頃工業時代でドラッグが活躍してる、はい、でもう本当に今そういう時代になっていてすごいなと僕は思うんだけど、はい、うん、で共同体になった時にイノベーション起こるかな、ね、うん、起こらないですね。起こらないよ、ね、はい、うん、だってな内部みんながこの中でどれだけ仲良く楽しくやっていけるかって、それだけ の目的になってるから、はい、外に目向かないから、ね、はい、でこれこの何とかな、まあ、今までもの、なぜ組織が共同体化すると組織がダメになるかって話したんだけど、はい、そのやっぱ指標を見ないといけない、指標っていうか今どこに目的があるかっていうのが分かんないとダメだよ、はい、うん、そのために何が必要、はい、理念とか信念、会社の信念だ。そうだね、はい、それをやっぱ確認していく作業っていうのは、はい、常に必要で、はい、お題目になったらもうダメだね、はい、うん、いうで理念作るにも血の通った理念じゃなきゃダメだね、はい、うん、で常にやっぱね、組織ってこういうふうに向かっていくんだよね、はい、こう常に向かっていったら、はい、またこう再修正する力っていうのはないとダメ、はい、うん、ということですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。